さあそれでは続きです。続きって言ってもまあ今からね、まあ組み立てをしようかなと思うんで、組み立てはね割とまあグデグデ動画になってノーカットでいこうかなとは思うんですよね。まあ要はそのねノーカットでやった方が内部的にどういう作りになってるかっていうのがね分かってもらえるんじゃないかなと思います。まあだいぶ前のね動画でも言ったんですけど、ある程度組み立てれるところは組み立ててから塗装をするっていう形を取ってるんでね。よいしょ。まあなんでそこは理解してもらえたらなと思います。まあなんか長かったねここまでやるのに。こういうホース類、まあ付属されてたやつなんだけどパイプ系ね、これはねもう前もってあれをしておいた方がなんていうかな、ある程度、いや違う、ぐるぐる巻きになっちゃってるから、そのぐるぐる巻きを防ぐのにか、まあ組み立てるって決まったらねすぐにでもほどいてピーンと伸ばした状態で、まあ洗濯バサミとかを互いにで止めて伸ばしておけばいいと思うよ。そうするとまあ、なんだかんだ作業をやってる間に伸びてくるからね、そのぐるぐるってなる癖がまあなくなることはないけど減ってくるんでね。よし、これ最初から最初に入れておけばよかったな、ね、ここ縛ってね、後で気づいたね。だからこれ縛って裏から通しておくっていう風にしておけばよかったと思う。やらかしたぜ。この接着も多分この流し込み材とかそれじゃくっつかないと思うんだよね。まあプリンセスデコでちょっとこうやって補強してあげておけばいいかな。まあここも多分組み上げちゃうと見えなくなっちゃうところだと思うんでね、まあ、こういった感じでやっておきましょう。で次これも、これは細い方か、これか太い方、細い、んこれ太い方か、あ、間違えた、しまった、これ細い方だった。何やってんだか、なんかパニックってるな、軽く。うん、太い方、これだ。
よし。でこれを差し込んで、デコプリンセスでちょっと肉盛りをしてあげて、反対側もちょっと入れて、こんなもんかな、しておけばいいでしょう。でこの細い方をこれもこの辺で適当に入れておいて、ちょっとつけて、まあそのうち乾くんでこのまま放置。でもうちょっと画面をアップにするか。よいしょ。でこの手のパーツ10個か。バラバラと入れちゃったせいか、パーツが行方不明になるな。これをこいつはなかなかめんどくさいな。ちなみにこれなんだけど、普通は流し込み剤なんだけど、こいつを半分混ぜてやる、1対1で割った感じ。ちょっと流し込み剤にしては少しドロッとした感じになるかな。だから普通の接着剤だとね、ちょっとなんだろう、接着が遅すぎちゃうから、半分で割ってとろみをつけたような感じかな。
いや、すげえ長い動画になりそう。よし。うん、さすがに慣れてくると早くなるな。このことをやってる間にさっきのデコプリンセスの部分も乾いてくるね。ピンセット使わないくせにずっと持っとった。よし、それまあせっかくなんでまたどうでもいい話を始めようかな。この前行ってたコンビニのおばさんが休みにもいて、相変わらず遅かったね。なんか黒猫山とかなんかのそのうんたらかんたらをやってるっぽくて、すごいなんかうだうだやってて、黒猫ヤマトの人がかわいそうだったな。あのおばちゃん、おばちゃんじゃねえな、もうおばあさんだな。成長するかなと思ったけど、見とってやっぱり成長はしないな。もう無理なのかな。すごい、また、なんか黒猫ヤマトって結構せわしなく働いてるから、忙しい仕事、次の配達とか集荷とか行かないといけないから、ああいうおばちゃんが相手してると結構辛いわね。連れもヤマトで働いてるけど忙しそうだからな。ふう、やっぱり家から一番近い、会社から一番近いっていうと、どうしてもそこに行かざるを得ないんだよね。よし、次。よし。ちょっとくっつきが悪いな。多分プラが反ってるのかな。うん、ちょっと反ってる感じだな。全然カメラに合ってない、この辺か。本当はこの辺もこうやってくっつくんだろうな。ちょっとなんか位置が悪いな。まあいいか。
よし、せっかくなんで、この前話したかな、この話聞いた話なんだけど、小話があって、あの日本あじゃないあのタミヤのプラモデルってあるじゃん、まああるじゃんって今作ってるけど、要はあのパッケージに、まあビッグスケールでも何でもそうなんだけど、ポルシェの場合はあの普通にポルシェの絵が描いてあってパッケージね、だけどあのフェラーリの場合、それはあのビッグスケールに関わらず、ビッグスケールに関わらず普通の24分の1とかでもフェラーリだけ特別なパッケージになってるのに気づいた人っているかな。何が違うのって、フェラーリのパッケージって必ずね、ランナーについた、まあがついたあれになってる、パッケージになってるんだよね。タミヤじゃなくてもそうなんだけど、あの F1 のフェラーリも、あ F1 のフェラーリはそうでもないか、あの普通のカーモデルのエンツォフェラーリとかにしろ何でもそうだけど、あのタミヤ、代表的なのだとタミヤとかのキットのパッケージに必ずランナーについた中身がこういうのが入ってますよっていうために、そういうランナーについた絵がパッケージ表にそういう風に表示されているっていう。だから富士見とかもそうだけど、結構富士見のキットでもそのランナーのついた絵がパッケージに書いてあったりねするらしい。あれね、どうも版権でそういうなんかねルールが設けられてるみたい。要は中に入ってるのはこういうものが入ってるんですよっていうのを知らせるためにランナーの絵をちゃんとそこに加えてるらしいよ。それはね、もうフェラーリの方からそういう風にやってください、やりなさいっていうルールが設けられてるらしい。言われてみて、ああそういえばって感じだったね。だから他のキットはそういうのないね、ランボルギーニとか青島でいうとね、フェラーリだけそういうルールがあるんだって。間違えた、つけちゃって大丈夫なのかな。あとでなんか上との位置関係が合わないとかならないかな。なんかちょっと不安を感じる、ここよし。完全硬化しちゃうと後での位置の変更が難しくなるんだよね。よし、
何個も買わんな。なんか気に入らない。こんなもんか。よし。ではここから大変なパイピングだ。うわー大変だ。ここからパイピングがあってちょっと大変なんで、ここの今ねはめた加減もあるんで、少しこのままこいつだけは寝かせます。パイプがしっかり乾い、取り付けが乾いてから作業を続行したいので、一旦ここで止めてそれ以外のやつもやってきますかね。こいつだ。どこに行った？あった。こいつはデカールもあるな。これとこれか。これはどうも、ここに X の11があるね。色を塗らないといけないという時に X の11、いちいち塗料を出してやるのがめんどくさいんで、こちらを使う。これで先端を潰してやってね、ここにこう染み込ませてやって、ちょんと染み込ませてやって、ちょんとこんな感じ、こんな感じね、楽ちんで、ここにはめますよはいいけど、ちょんちょんと、よし。でデカールを貼る。29と29が2つ。喋りでもしようかなとか思うんだけど、ネタがないな。よっと。
デカールの剥がれが悪いな。お互いも似たような位置に合わせておきたいから、まだこの時点ではいつもみたいに絞らずにね、これをちゃんとつけて、それからこの上から見てだいたい同じような位置にこう移動させていくよという感じの方がいいんじゃないかな。でそれから湿った綿棒できれいに貼っていく。こっちも大体も同じ位置かなっていうところで OK で絞ってつけていくと、よしよし。まあ今回はこういう都度貼っていくような感じで、思いっきりね貼る量が多いわけじゃないんでね、いいんじゃないかなと思います。よし、でこの超小さいパーツ、塗装したのを覚えている。これだ、これとこれ。向きを間違えないように、なるほど、なかなか難しい付け方をさせるな。こう見て、こうのこう持つか。こうだな。いや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 、これは貼りづらい。流し込んで上から押すと、こうだな。よし、これこっちか、こっちは非常に貼りやすいな、指が入るから。よし、でこいつもパイピングがいるので、こいつはもうやっちゃっていいな。
細い方が2本。ちょっと溶けていい感じになるんじゃないかなと。まあゴムは溶けないと思うけどね。よし、オッケー。メッキパーツは後にしましょう。傷をつけたくないんでね。一番最後にしよう。そう、まずはこういったね、くねるところからどんどんやっつけていくのがいいんじゃないかなって思う。あ、違う違う。こいつだ。これをこの、ちょっとグデグデ動画になっちゃうけど、まあこういった感じでちょっとずつ動画をアップしていきますか。まあ内部的なものがどんどんわかるだろうし、いいかなと思うので。では一旦ここでカメラを止めます。